ラスじいちゃん何するんだよ。勇者ごっこして遊んでる暇があったら魔法の修行せい。お前を拾って何年になると思っとるんじゃ。魔法の一つも覚えられんで何が勇者じゃ。はあ、頭きちゃうよなゴメちゃん。勇者の話をしてくれたのはブラスじいちゃんなのに。昔、勇者と呼ばれる正義の剣士が人々を苦しめる魔王に戦いを挑んだ。勇者様は仲間と力を合わせてついに魔王をやっつけた。でもさ、魔王の手下であったわしらモンスターはその邪悪な意志から解放され、このデルムリン島で平和に暮らすことになったんじゃ。勇者様のおかげだよ。勇者様すごいね。ダイ、お前は勇者様のお役に立てるような立派な魔法使いになるんじゃ。じいちゃんが魔法使いだからそう言うんだろうけどさ、俺勇者がいいよ。一番かっこいいもん。ゴメちゃんもそう思うだろ。ゴメちゃんは話がわかるぜ。あ、お、船だ。あ、うわぁ、勇者様だ。なんでこんな島に勇者様が。こうしちゃいられない。ゴメちゃんは待っていろよな。まあまあ、あの船まで頼むよ。